街角に流れる歌声に誘われて今夜も夜の扉を開けるのだ。よし、今夜はこの店にしよう。人生酒場、歌は世に連れ、ままに連れ。乾杯！乾杯！さあ、今宵の人生酒場、私の地元新宿のですね、大東町にありますダダさんにお邪魔してます。はい、こままひとつよろしくどうぞ。よろしくお願いします。ダダって店名はなんでダダなの？ダダイズムのダダってフランス革命の時。フランス革命、今までにない新しい芸術家運動を起こそうみたいな。革命を起こすみたいな。革命ですよ。今まで過去を捨ててやり直す。いいね、今にぴったりですよね。さあ、まいこちゃん、はい、じゃあこちらのダダさんの、はい、ちょっと情報をお願いいたします。はい、出勤すると大変身。それどういうことなんだよ。はい、いやだから普段はもうジャージとかそんなジャンパーで、うん、あのジム行ったり、うん、スポーツジムして、で土日はどっちかは畑行ったりとかですけど。畑土日行ってんの？うん、なんか親がやってたからね。あら、それ DNA だ。そう、それがなんとなくもうなんか親が死ぬ前、うん、ずっとそれ見たいって言うんで連れてってる間になんか見よう見まねで覚えちゃって、だからもう未だにここから通っていってやる。へえ、素敵だな。ご覧ください、ちょっとアミタイツ。これもう鍛えられたこの足、羨ましい。冷凍みかん入れてたよ、アミタイツ。本当にすごいよ。そう、栄養漁業いけるよこれで、うん、ここ二十何年ずっとトレードマークになっちゃった。いやお子ちゃまはどうしたの？一人はね、台湾に住んでる。台湾、世界的だなこりゃ。向こうでなんか保育園の先生から。へー、そうです。一人はこの辺にいるんですけどね、うん、ちょっと引きこもっててどうなるんだか分かんない。大丈夫大丈夫大丈夫、当分寝とけっつってね。これなんだよ。いいじゃない。うん、あんまりね言ってもねダメだから、ね、そうそうそう、言ったって引っ込んじゃうし、うん、ちょっとこう引いてやると出てくるかもしれないし、もうイソギンチャクみたいなもんだから。そうだから手突っ込んだら引っ込んじゃう。2年間ね寝てたの。あ、ちょっと出てきたんだけど、なんかの時また引っ込んじゃって2年また寝てるけど、まあいつか私もいなくなるから、まあ好きなだけ寝ろみたいな。まあまあちょっとそんなね、うん、まあでもいいの、そういう考えもあっていい、うん、そう。和田博之と牧野さんと泣かないで、泣かないで、泣かないでっていいですね。新宿育ち、育ち、そうなんですよ。名曲のデュエットです ね、 ね、はい、中森明菜さんの飾りじゃないのよ涙は、ママの言葉みたい。そうだね。そして今井美樹のプライド、プライド、ね、もうママのプライドを感じました。ありがとうございます。雨にママ素晴らしい話ありがとうございます。おそ松37年、ただ栄光のために。いや、ありがとうございますよ、ダダ。よろしくお願いします。いや、このとこ初めてだな。はい。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。皆様によろしく、常連様に。はい。え、また、あの、遊びに来ますんで。じゃあ、ママ、バイバイ。ありがとう。バイバイ。よし、次どこ行こう。次は、ここなんだけど。そこ行くか。はい。よし、行ってみよう。ラブホーガイだ。